鮮の核実験はもう5回目で、専門家たちは北朝鮮の核兵器は事実上完成段階に到達し、近く実戦配備されるものと見ています。パキスタンは5回目の核実験で事実上核兵器の開発を完成させました。核弾頭の重さをミサイルに搭載できる 1000kg 以下に軽量化することに成功したのです。北朝鮮の核開発はパキスタンモデルに基づいたものとされているだけに、北朝鮮も5回の核実験で事実上完成段階に到達したものと分析されています。実際に北朝鮮は今回の実験は核弾頭の実験であることを明らかにしています。科学技術政策研究所の関係者です。大きさや形、核物質の使用量、起爆装置などを標準化して弾頭を作り、大量生産できる核弾頭の実験をしたと見ています。北朝鮮は核弾頭を軽量化するため、核物質を圧縮して爆発を誘導する起爆装置の開発に注力しました。1980年代後半からは爆発の憂慮のない物質で核実験と類似した実験を100回以上行いました。専門家たちはこの2つの技術を合わせた核実験を5回実施しただけに、事実上実戦配備の段階に到達したと見ています。TBS 뉴스 김용준입니다.